1990年鈴鹿八代にて、ダグ・ポーレンこと、ダグラス・ユージーン・ポーレンは、アメリカ合衆国ミシガン州デトロイト出身の元オートバイレーサー、アマ・スーパーバイク、全日本ロードレース選手権、スーパーバイク世界選手権、世界耐久選手権でチャンピオンを獲得した。ポーレンは1977年からプライベーターとして、ローカルレースに参戦していたが、 仕事に集中するために1982年を最後に一時レースをやめていた。しかし1986年に GSXR ナショナルカップシリーズでレースに復帰した。1987年にはアマスーパーバイクにフル参戦を果たし、ババ、ショバート、ケビン・シュワンツ、ウェイン・レーニーらのライバルを相手にシリーズランキング4位の成績を収めた。 1988年には、鈴木ワークスの吉村チームのシートを獲得。シュワンツと組んで、鈴木8時間耐久ロードレースにも出場し、2位、表彰台を獲得した。翌1989年には、吉村ジャパンチームで、鈴木 GSX-R を買って全日本、ロードレース選手権 TT 界1、TT 界3クラスに参戦し、 史上初の両クラス同時チャンピオン獲得を果たした。1990年、ポーレンはこれまでで最も大きな挫折を味わうことになった。シーズン開幕前のテストで転倒し、足の指を4本も失う大怪我を負ったのである。怪我から復帰後はこの年も全日本で戦ったが、欠場が響いて、シリーズ連覇は果たせなかった。1990年の終わりには、 アラルド・フェラクスイ率いるファースト・バイ・フェラクスイチームに移籍し、翌1991年からは同チームでドゥカティ851を買ってスーパーバイク世界選手権に参戦。ポーレンはフル参戦初年度にしてチャンピオンに輝いた。翌1992年も世界選手権を連覇、さらにはアマ・スーパーバイクでもシリーズ3位を獲得した。 1993年にはアマに集中するために世界選手権への参戦を取りやめアマスーパーバイクチャンピオンを獲得した。1994年にはホンダ UK チームからスーパーバイク世界選手権に復帰しシリーズ4位の成績を残した。また、この年はアーロンスライトと組んで鈴鹿8時間耐久ロードレースに出場し優勝を果たした。 しかし、ポーレンは1995年シーズンの序盤に、ホンダ UK チームを突然去ることになった。1996年からは、鈴木のワークスチームから、世界耐久選手権に参戦を開始する。1997年には、ルマン24時間耐久ロードレースを制する、等活躍し、パートナーのピーター・ゴダードと共にシリーズチャンピオンに、輝いた。1998年には、 ホンダチームに移籍し、シリーズに連覇を果たした。ポーレンがアマで獲得した通算18回のポールポジションは、2006年にマット・ムラディンに並ばれるまでは、単独最多記録だった。スーパーバイク世界選手権で1991年に、記録した1シーズン13回のファステストラップは、今でも史上最多記録である。ありがとうございます。